いきなり差し出されても困るわよね。どうすれば。あ、はい。あー。え、あ、あー。うん、どう？うん、美味しい。私の作るマーマレードは 100% 天然だから美味しいのよ。なるほど、天然なのね。そう、天然なの。うわ、ホタルさんの水着が見られるぞ、ココナッツ。バカに、ホタルちゃんに変なことしたら分かってるよね。おい、ホタルちゃん。邪魔だな。なんだ、来てたんだね。あ、トールくん、どうもお久しぶりです。小林さん、ケタルコアトルさんです。はじめまして、ルコアでいいよ。なんでドラゴンはみんなこんなにでかいんだ。はじめまして、小林です。あ、どうかした？あの、その格好で歩いてきたんですか？そうだけど。それだと完璧に知女ですよ。え、まさか、これほどの精神的攻撃を受けるとは。しっかりして、シノ君。みんな同じだよ。でも、サクラさんのためだもん。日向様、お気の毒に。リカ、先行くよ。すぐ行く。あ、塗って、背中。肌綺麗だね。日浴びないからね。傷とかないし、羨ましい。うん、終わったよ。前は？え？こんなもんどこで売ってるんだ？ネット通販。なるほど。じゃあ行ってくる。行くわよ、みくるちゃん。ごめん、正直それ、情熱を持て余す。起きてますよ、遅刻遅刻。水着じゃない。出ました、これぞ神、まさに神。どうだいどうだい、ベル君。素敵だと思います。体と胸のそぐわなさが暴力的ですね。水着代わりの葉っぱも派手すぎず下品すぎず、私も着てみたいと思わせるべきですね。にゃんにゃん、ギャンブル中毒の負け猫だにゃん。うっかり生徒会に負けちゃって3億も借金しちゃったにゃん。どうやって取り返そうかにゃ。もっともっとギャンブルしたいにゃ。ゆめ子、何やってんだ。冗談の通じない方たちですね。すずいにゃん。あら、ん、あんたとはよくお風呂で会うわね。ミノ、どうして。どうせ一緒になったんだし、体でも洗ってあげようか。一ついいか、誰だ。え、バカ。勇気出したのに許さないわ。はじめまして、シルバーマンジムのトレーナーのマチオです。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。響は爽やかイケメンがドストライクだった。相変わらず面倒くさい子ですね。来たいならいつでも来ればいいじゃないですか。それでどうするんですか、勝負するんですか。待って、めぐみ。こんなにたくさんの人と話せる機会はあんまりないから、勝負はできれば夕方とかにして。本当に煮え切らない子ですね。これだからぼっちは。羽川、
何？胸を触らせてはもらえないだろうか。それはどうして必要なことなのかな。どうしても必要なことだ。あの胸に気を取られているうちに負けてしまうことが僕の不安だ。多分あの胸は戦闘中にすごく揺れる。だからその対策として女子の胸に対する修行を積みたい。さあマーレ、顔を洗うんだぞ。アイン様、もう我慢しなくても良いですよね。何をしているアリバル。足上から降りろ。もう逃がす。マスター、私とデートしましょう。マスター、だから俺はもうお前のマスターじゃないって昨日。おや、イカロスさん、ひょっとしてまだ怒って。もっと人気のないところに、もっと二人だけになれる場所に行きましょう。もう一度私のマスターに。ありがとう、吉田。リエルのイラには、味もよくわからねだろうが、感謝して味わうがよい。私にではないぞ、水の鳥にりゃ。この人、変。だいたい私は川まつりのペイのことなど何にゃんとも思っていないのだ。何にゃんとも思っていないわけではないにゃんにゃんが。それはライバルとしてであって。今から修練場に付き合ってもらおう。そこでお前の素質を見定めてやる。見ろ、貴族たるもの常日頃からこのカズマの家らしい目つきを見習うがいい。は、ララティーナ様、僕は騎士です。女性に剣を向けるなど、なんというふぬけだ。そこのカズマはな、自称男女平等主義者で、女相手にドロップキックも食らわせられると豪語してるやつだぞ。着ないの。だってこんなに短いし。きっと似合うです。この格好大丈夫かしら。早く着て。やっぱり変じゃない。全然、とてもよく似合ってますよ。可愛いです。でも胸が目立っちゃうし、どうすれば。どう、アーシ的に一番童貞を殺す服っぽいのを着てみたんだけど。童貞くん、こういうのが好きなんだ。もっと言うことないわけ。いやいや、ヤメさんに会いすぎだから。俺なんか100回殺されてもまだ死ぬわ。葬式大変。胸ばっか見てる。そんなには見てないというか、みんな起きて、そろそろ渡りきっちゃう。ギャー、なんだよ。いいゴミ分じゃない。何が。はっ、サエコさん、よだれ垂れてますよ。お待たせ、小高。うわ、あ、自分で降りるわ。うわっ、気持ちいい天気。でもただの配達なんてちょっと退屈だね。そうだな。ねえ、ちょっと水浴びでもしてく。はあ、いいじゃんいいじゃん。ねえ、おお、女の子と水浴びって、そんなパリピイベントコミュ障の俺にクリアできるわけがねえ。バカ者、クエスト中に何が水浴びだ。でも退屈だよ。